夏のような装いだね。はい。今回はポータブル電源関連の動画になります。で、いろいろあって、ポータブル電源が全部で今3つになっていますと。うんうん。で、多分、これが今回初めて出てると思うんですけど、まあ、これ自体のレビューとか紹介は今度やるとします。こいつも最強だからね。そう。で、こいつは今まで何回か出てるけど、これ自体のレビューも別でやるとして、今回はポータブル電源の課題として常日頃思ってるのが、充電を家でするとしたら、家に持って帰って充電して、車中泊するときまた持ってきて使う持ち運びがめんどくさいってのがありますと。万が一充電忘れてたとかなったらさ、直前に気づいたりとかしたら最悪だもんね。そうこれとかこれならまだ可愛いから頑張ればできなくもないけど、これとか、うん、これ重さ15キロぐらいあるんですよね。いい筋トレのウェイトですよ。重すぎて持ち運びめんどくさい。なのでせっかくこの車屋根に320ワットのソーラーパネル積んでるんですけど、うん、このソーラーパネルから充電できるようにできたらいいなっていう思いがありました。いい、ね、うんうん、でまあ過去にやったこととしては、このジャックリーのちっちゃいやつが来た時にソーラーパネルから直じゃないんだけど、サブバッテリーからシガソケ経由でポータブル電源を充電できるようにするのは、うんうん、今仕組みとしてあるんですけど、これとか、うんうん、容量でかいわけですよ。12ボルト換算にすると80ちょいアンペア1ぐらいあるんで、このサブバッテリーも2個並列だけど、サブバッテリーが256アンペア1だからその3分の1強の容量こいつ持っちゃってるから、うん、まあバッテリーからじゃなくてもうソーラーパネルから直で充電したい。まあそこでまた課題になるのが、各ポータブル電源のメーカーとかものによって入力の端子の形状が違うんですね。これはどうしたことかと。これはこんなやつ、ジャックリーはこれ 7.9 ミリのやつ、うん、でこのスワオキの G500 は全然違う、ね、アンダーソンっていう端子らしいです。こんな端子アンダーソンっていうのこれ、うん、人の名前で、ブルエッティのこのマックスオークっていう 1000W のやつは、うん、ジャックリーと一緒で 7.9 ミリの端子、はいはい、で多分他のメーカーとかものもっといろんな形の端子とかがあります、うん、でこれどうしようって思った時にヒントになったのが、このスワオキのソーラーチャージャー、これちょっとレビューは別でやるんですけど紹介した、これほんとすごくって、これが結論から言うとあらゆる端子のポータブル電源に充電できるようになってます。でなんでそんなことができるかっていうと、これに付属してるケーブルが 5.5 ミリから 5.5 ミリの DC 端子、うんうん、でこれをまず本体にこれさせますと、はい、ね、させますと、ここに刺さってるね、ね、でさらにこの先にいろんなこのこれだよ、これがすごいの、これにこれ付け替えると何でもあらゆる端子に対応ができますと、うんうん、で例えば 7.9 ミリこのジャックリーと、ほらこれジャックリー刺さるっしょ、はいはい、ではブルエッティも刺さるっしょ、うんうん、でこれもこの 5.5 ミリから 7.9 ミリになるんです。これやったら、でもね、このアンダーソンに対してはさすがスワオキ同士なのかわからないけど、この 5.5 ミリからアンダーソンになる端子が専用のケーブルが、まあ、付属してるから、この 5.5 ミリからアンダーソンはいけます。これ1個で直でいけますと、これ 5.5 ミリこっち刺さるから、で今これがあるっていう状態で、どんなヒントを得たかっていうと、この 5.5 ミリで終わるようなケーブルになっていれば活用しちゃうわけだね。これに付け替えればもう各このポータブル電源充電できちゃうんじゃないかっていうことです。万が一他社のものがまた新たに加わったとしてもこれで、そうで、そのために必要になるものはこの屋根のパネルからまず分岐をする必要があります。それも作業やっちゃったと思うんだけど、まず必要なのはこのソーラーケーブルを分岐させるこの Y 字の分岐が必要です、うん、でそこから先につけてるのがこっち側が MC4 端子で、末端がこれちょっと今アダプターつけてるんだけど 5.5 ミリで終わるケーブルをつけてます、うん、で今ここにメスメス 5.5 ミリのメスメスの端子をつけてます。でこの2つとあの Y 字の分岐を今回新しく買っています。でそれを使えば 5.5 ミリつけて 7.9 ミリつければこれで充電ができます。これでも屋根のソーラーパネルから充電が始まってます。で、まあ、これもできます。これは逆側なのか。そうで今多分これ満タンだから充電してないんだと、うんうん、まあ後で別で撮った動画載せるけど 100W ぐらい出る、うん、出てたこの前やった時は。で最後にスワオキちゃんはこれをね 5.5 ミリからこのアンダーソンの端子スワオキね塗るとこれも充電できると 70W ぐらい出てるね。
もう来てる。そう。お80。こういうアイディアです。いいじゃない。ダッツオール。いいじゃない。まあ、これでソーラーパネルからサブバッテリーは今まで通り充電しつつ、うん、半分電流分けてもらってポータブル電源を充電したいときはこっちの充電にも合わせると。で家に持って帰らなくて もう車の中にこれずっと置きっぱの状態でひたすら太陽から充電して使うことができる。無限ループ。これのマークね。無限ループね。はい。で、まあ、作業はちょっと別で動画で撮ってるから。うんうん。屋根のソーラーパネルからサブバッテリーに向かってる配線です。でここちょっと穴埋めるつもりだったんだけどこのままでいいや。ここはちょっと MC4 端子で分解できるようになってます。プラスマイナス、今ちょうど夜なんで充電してないはずなんで安全のはず。マイナスを分岐したところにこの Y 字を刺して二股になりました。この元のサブバッテリー肉線をこっちに刺しますと、でプラスの方こっちも一回分解しちゃって二股をつけますと。で次に出てくるのが反対側が 5.5 ミリになってるやつですね。これを今ちょっと刺そうとして気づいちゃったんですけど端子が合わない、プラスマイナス逆の付け替えないとつなげないので別の日にやり直します。で先で海辺なのでちょっとこのケーブルの MC4 端子を一旦取って付け替えます、合うように。で用意したのは元からたまたま持ってたやつがあるんですけどこれをつければいけるかなと思います。オスがついてる方にメスをつけて、メスがついてる方にオスをつける。ああ、うっぶねー。金属をかませるんだけど、オス用とメス用で間違えちゃいけない。これ、細いのと太いのがあって、こっちがオス用でこっちがメス用。え、待って、これどうやってつけんだっけ？これを固定してから、これをはめる？確か。こっち使って。よっしゃ。で、これを。で、これを。完了。こっちのメスをオスに変える。でオス用がこの太い方。ちなみに今スキー場友達とスキーしに来てるんですけど友達2人がナイター滑ってるのを待ってる間に作業してます。富士見パノラマリゾート、めっちゃなんかゴンドラで頂上行って下まで降りると長いコースで3キロぐらい、足がパンパンになる。パークとかないけどひたすら滑るには最高の水上。雪全然なかった。これを入れ忘れて、こうなっちゃったもん。これがあ入るじゃん、なんだよかった、カチってならない。友達が帰ってくる前に終わらせて、潰れた、出っ張ってる爪が潰れた、行ってくる、おカチってなった。OKOKOK、これで端子のオスメスが逆転しました。これをここに、あーこれでも裏通せるか、裏、あ通せる通せる、この裏通してプラスを、赤がプラスなんでだいたいここにマイナスをマイナスに、これでいったはず。明日また太陽が昇ってからちゃんと充電されることを確認して終了。入りなさい。今ね、うん、ソーラーパネルからサブバッテリーに行くのが20数ワット充電してるのね、はいはい、そこから分岐してソーラーパネル分岐させてポータブル電源に充電できるようにしたんだけど、今初めて挿してみます。
さて、できているんでしょうか。お、光った。あ、充電する。うっ、おいいじゃない、いいじゃない。90W。おいいじゃない、いいじゃない。サブバッテに入ってる分は変わってないから。あ、なるほどね。いいじゃん。やりたいことができてる。90W で充電してる。うん。よし、次は、これをね、はい、これに差し替えるでしょ。端子を変えた。これいくよ。ジャックリーちゃんね。60W で入ってる。60だね。次ね、こいつね、こいつ同じ端子。ジャックとこいつは一緒の端子なんだ。そう、70-80W ぐらい。完璧じゃん。いいじゃん、できてます。完璧。はい、OK。サブバッテリーはもう満タンだから、うんうん、コントローラーが制御して20ちょいしか出てないけど、ね、ポータブル電源に挿すとガンガン思いっきり充電するんだ。今サブバッテリーにはいかなくなって、これはエンジンからの電気なんだけど、うんうんうん、80になったけど、これちょっと、じゃあエンジン切ってみるよ。うんうん、お願いします。あ、40、38、減ってる。あ、なるほど。やっぱソーラーパネルをポータブル電源とサボってでシェアするとちょっとは下がるんだね。うんうん、帰国早々こいつの確認の撮影をさしてしまった。なんだよ。ありがとう。これで今何時？7時40分で 560W 入ってる。素晴らしい。9時53分、なんと満タン、満タンになった。素晴らしい。これは半分ぐらい。よし、これやろう。うなり出した。ウィーンってる。すごい勢いで充電しよう。143W。大丈夫かな、これ。大丈夫かな。20V だから、まあ、10アンペアはいってないかな。ものの数時間でね、こいつが満タンになったから。まあ、その次、こいつ、ブルエッティ。ここが熱くなって、怖えな、若干。ちょっと波ついたら入るでしょ。うん。ネット来てるでしょ。これでも10W で。え、ネット来てる。ああ、100W 出てる。悪いことしてません。波はどうですか。波いいですか。3時46分。この人は、おお、27W になってるけど、ラスト1ゲージで。今でも日がだいぶ陰ってきて、減ってきたな。太陽が満タンになりました。家帰ってたら素晴らしい。Rich.